あり、あり、ありは、八目、スズメバチ上下、ありか、に属する昆虫である。体長は1ミリメートルマイナス3センチメートルほどの小型昆虫で、人家の近くにも多く、身近な昆虫の一つに数えられる。原則として、産卵行動を行う、少数の女王ありと、育児や食料の調達などを行う、多数の働きアリが大きな群れを作る。 社会性昆虫。世界で1万種以上、日本で280種以上がある。種類によっては、食用となる。熱帯から冷帯まで、砂漠、草原、森林など、陸上のあらゆる地域に分布する。人為的に分布を広げている種もある。ハワイ諸島には本来は、アリ類が分布しなかった。基本的には、蜂と共通の特徴を持つ。 体はおおむね円筒型で細長く、頭部、胸部、腹部のそれぞれの間がくびれ、大きく動かすことができる。腹部の前方の節が細くくびれて、殻のようになった腹殻節は、昆虫でもありだけにある器官であり、狭い穴の中での生活に適応すべく役割を果たしている。体色は黒いものが多いが、黄色、褐色、赤色などの種類もいる。頭部には、 大顎が発達し、餌を加えたり外的に噛みついたりできる。複眼はあるが、単眼は耐火するものが多い。一体の触角が発達しており、その基部の節が特に長く柄節と言われる。そのため、触角全体としてはこの節の先で折れ曲がり、くの字型をなす例が多い。胸部は体の中央にまとまっているが、これは実際には四つの節からなり、 前中あと三節の胸部に腹部第一節が融合したものである。不脚三体はよく発達する。腹部前端には柄のように狭まった部分があり、これを腹つかぶという。腹つかぶは一節、ないし二節からなる。後端には鉢と同じように独占を持ち、針で刺すことのできるものも少なくない。社会性昆虫であり、同種であっても、 カーストによって形態が異なる。繁殖をするし、優、雄と女王、それに働きあり、メスは形態的に区別できる。働きありの中にさらに複数の形態差が見られる場合もある。繁殖行動を行う、オスありとメスありには、羽がある。女王は後に羽を切り離してハ羽になる。それに対して、働きありは当初から羽を持たない。数の上では、これが、 圧倒的に多いので、一般的には、アリは、ブハネの昆虫との印象がある。日本で人家の周囲に見られるアリの多くは、針を持たず、持っていても針が脆弱であまり刺さない種類が多い。しかし、特殊化の進んだ山アリアカや、カタアリアカのアリを除けば、系統的には針を持つものが、多数派である。熱帯には、積極的に針で攻撃する種が多い。かなり高等な分類群でも、 二節アリアカは針を持つ。針を持たなかったり、刺すほど強靭な針を持たないアリは、多くの場合、毒液を敵や獲物の体表に付着、あるいは飛ばして、相手を攻撃する。針を持つ種類は、鉢と同様に針を使って、毒液を注入する。毒液の主成分は、偽酸とされていることが多いが、これは、山アリアカに限られる。これと同様に針を持たないタアリアカや、 針を持つ二節リアカの中でも刺すだけではなく噴き出した毒液を直接相手にかける使い方もする。尻上げアリ属のアリは別の種類の刺激性物質が主成分である。針で刺して攻撃するアリの毒は多くの蜂と同様、タンパク質やペプチドその他の生理活性物質の混合物である。熱帯性の大型種の毒は刺した時にスズメバチと 同程度の激しい症状を引き起こす。日本でも団地にある人家周辺に多いハリアリアカの大ハリアリ、寒連地では草木の上でよく活動しているフタフシアリアカのクシケアリ類がかなり強力な毒針を持つ。また人家内に生息するフタフシアリアカのイエヒメアリも微細ながら積極的に針で人体を刺すためチクチクした不快感を持つ被害がある。 ありの食性の基本は肉食だが、種類によって、草食、菌食、雑食が分化している。生きた動物を襲う種類から自ら栽培した、菌類を主食にする種類まで、多種多様な食性が知られているが、エネルギー源として、植物の蜜や油虫の甘露、タンパク質源として、肉食をする種が多い。肉食の種では、特に土壌製の小型種で、トビムシ、ムカデ、サ,サラダニなど、 ほぼ特定の生物のみを襲って獲物にしている種が多く知られている。巣の外で餌を見つけると、その場で接触して、そのおにを収めて巣に持ち帰る場合もあるが、まるあるいは刻んで運ぶ行動がよく知られている。中には、砂流に蜜をまぶして持ち帰るような道具を使うアリもいる。その際、アリたちが列をなして行き来するのが見られるが、これは、 同じ家族の働きアリによって、通り道に残された足跡フェロモン辿っていくことによるもの。古くは、アリは道を覚えて歩くと考えられており、ファーブルの存命時には、これが解明されていなかった。ちなみに、アリたちが何らかの原因で円を描くように列をなすと、足跡フェロモンを辿る習性が、あだとなり、延々と渦を巻くように力尽きるまで、回り続けることがある。アリは、 卵幼虫蛹、成虫という完全変態を行う。卵から蛹までを保護しながら家族単位で生活することがよく知られている。蛹では眉を作る種類と作らない種類がある。いわゆる社会性昆虫の代表格であり、新社会性を持つが実際にはかなりの多様性を含んでいる。成虫は性別や役割に応じて女王あり、働きあり、 兵隊あり、雄あり、諸女女王ありと分化していることが一般的によく知られている。一般的には、オスありと女王が交尾し、その後、女王が単独で縁を、産卵する。孵化した子が成長すると働きありとなり、その後は女王が働きありを産み続けることで、群れは大きくなる。しかし中には、網目ありのように、働きありだけで卵を産んで増えるものや、 苦労アリのように大型の働きアリはいても兵隊アリとして区別できないものなど様々な種類が存在する。また女王が複数存在する例も少なくない。多種の働きアリの労働に依存して生活するものを社会規制という。これを行うアリは少なくない。これにはいくつかの形がある。サムライアリは奴隷狩りをするのでよく知られる。このアリは 黒山アリなど、多種のアリの巣に、集団で侵入し、眉を持ち帰る。そこから生まれた成虫は、侍アリの巣の中で、働きアリとして働く。王にして、巣内の8割が奴隷であるという。似た方法を取るものに、赤山アリなどもある。これに対して、トゲアリの場合、新女王は黒アリなどの巣に侵入し、女王を殺して、その後に居座る。 そこで産卵をして、その巣のアリに世話をさせる。やがて自分の子が増えて、元の巣のアリが死亡してゆくことで、単独の巣になる。それ以降は、多種の世話にはならない。このようなものを、一時的社会規制という。家族単位のコロニーを作って生活する。多くは地中に巣を作るが、枯れ木や畜刀にできる空間に巣を作るものや、卵、幼虫。 さなぎともども移動しながら生活する種類もいる。アリ植物は植物体の上に巣となる空洞部を提供する。つむぎアリは生きた子の葉を幼虫の出す糸で綴り合わせて巣とする。一つのコロニーに複数の巣を作り構成員を分散させる例も多い。また巣の入り口に盛り上がった塚を作る例もある。ただし、より巨大なアリ塚を作るものはなく。 いわゆるアリ塚を作るのは普通は白アリである。典型的なアリの巣については、該当項を参照のこと。年に一度、一定の期間、成熟した巣から羽を持つ、諸女上アリと、オスアリが多数飛び立ち、結婚飛行を行い空中で交尾をする。結婚飛行の時期は、種類や地域によって大きく異なり、春から秋にかけて行われる。空中で交尾したオスアリは、 力尽きて死ぬが、諸女女王アリは、女性能に交尾したオスアリから得た一生分の精子を貯蔵し、地上に降り立った後に自ら輪を落とし、巣穴を掘る柿の皮の隙間などに潜むなどして、女王アリとしての最初の産卵行動に入る。アリは、蜂と同様に受精卵からは2倍体のメスが、未受精卵からは半数体のオスが生まれる。ただし、アミメアリのように、 女王アリが存在しない種類では、働きアリが産卵する卵であっても二倍体の働きアリが生まれる。女王アリは産卵時に有生卵と無生卵を産み分けることができると言われ、通常、初期のコロニーでは、オスアリが生じることは少ない。有生卵は全て死生となり、与えられる餌やフェロモンなどによって、働きアリになるか諸女女王アリになるかが左右される。働きアリは、通常、 女王アリからのフェロモンによって不妊の状態に制御されているが女王アリが欠けた場合には卵巣が発達して産卵を開始することがある。この場合残ったアリは働くことをやめるなどして不活性化していきやがてその家族は滅んでしまう。働きアリは女王の世話、卵と幼虫の世話、餌の運搬などの仕事を分担する。 外で餌を探しているアリは大抵老齢のアリである。多くの働きアリは巣の中に留まり、その中に食料を蓄えるなどの役目を果たす。アリのような小型の昆虫は、潰れやすいために化石になりにくく、もしあったとしてもその小ささから発見もしづらい。そのため進化の過程を解き明かす証拠は少なく、まだ不明な部分も多い。 だが琥珀に内包され化石化したものが存在する。これは型を維持したまま琥化し、光を通すので形状の観察も容易である。また、分子系統学により遺伝子型の比較でも、現存士官の文化が調査、整理されつつある。蜂の化石との比較から、1億2500万年前、スズメバチ、ベスパデイの祖先から分化したと推定されている。 ブラジルの1億1200万年の1億年前の層からは霊明アリの化石が発見されている。この種はアケボノアリではなく原始的なキバハリアリに似ている。9000万年前では琥珀中の化石からアケボノアリやヤマアリアカ、ハリアリアカが見つかっている。この時代では琥珀に含まれるアリは含有される。昆虫中0.001から0.05%と 比較的少数である。アケボノアリは原々や公共線があるが、フレツノガーラブ士が短く、現在のアリよりも古くに分化したアリである。6000万年前、KT 協会後では、琥珀中のアリの含有割合が1.2%と増加した。4500から3800万年前の琥珀では、含有割合が20から40%を占め、現存の赤もほぼ出揃った。 また4500万年前の層からメッセルオアリが発見されている。これはアリの中では最大の種でメスアリは羽を広げると15センチメートルにもなる。原生アリ科は21赤に分かれる。原生種は300属1万2000種以上。は、化石群。属は主要なもののみ。種数はアントウェブによる。 日本では10赤280種以上が知られている。日本のアリ賞は熱帯性と霊感帯性の境目のようなものだが、これは1万年前、最終表記後に成立した。日常的には、チとアリは別種の昆虫として扱われる。これは、日本のアリの多くが毒針を持たないこと、生殖目的以外では羽を持たずに地面で生活するためである。 しかし、生物学的には、アリは、スズメバチやベッコウバチに近縁なグループであり、ミツバチより、アリ類の方がスズメバチに近縁である。実際に、アリバチなど羽を失ったハチは、アリとよく似ており、ハアリは、チと区別が難しい。また、シロアリは、大きさや、集団生活をすることなどがアリに似ているが、アリ蜂類とは全く異なるゴキブリ類の昆虫である。 アリは人間に馴染みのある昆虫の中では小さいことから人間から見れば弱い存在と思われがちだが肉食のものが多く活発で攻撃力があって集団をなすことから他の昆虫にとっては恐ろしい存在である。様々な生態系でアリは最も重要な小動物の捕食者である。熱帯ウリンでは食食性動物ではシロアリ、肉食性動物ではアリが 人間のバイオマスに匹敵すほどの大きなバイオマスを誇っているほどである。また、アリグモというアリに擬態しているクモがおり、かつては仲間と思って近づいてくるアリを襲うと信じられていたが、現在ではむしろアリの姿でいることで、他の動物からの攻撃を避けているされる。他にもアリそっくりの姿をしたハエ、カマキリ、ツノゼミなどが世界各地で報告されている。様々な植物で、 かがツ蜜腺といって、花以外の器官に蜜腺を持つ形質が進化しているが、これは蜜でアリを誘引し、その付近にアリを常駐させ、彼らに食食性の昆虫を襲わせることで体を守る適応意義があるとされている。また、植物の中にはアリに住まいを提供し、それらによって害虫の影響を排除しているアリ植物も知られている。アブラムシや、 カイガラムシの一部が蜜を出すのも同様な理由と考えられる。他にアリに種子を運ばせるように適応したと思われる植物が多数ある。それらは種子にエライオソームと呼ばれる柔らかな付属物を持ち、これがアリの餌となるとされる。しかし、これはアリの卵に期待しているのではないかとの説もある。他方でその量が多いことから、 これを染色する動物も知られる。角トカゲ族、モロクトカゲが有名で、この両者は、形態や行動にも似たところが多く、修練進化の良い例である。日本では、アリスイ、アオビハイトリやハリサシガメがある。名前の上では、オオアリクイというのがあるが、これはむしろ白アリ色である。その他、アリの巣には特有の昆虫などが同居していることが、知られている。それらの多くは、 アリの巣のみから発見されるが、アリとの関係は様々である。例えばクロシジミは、弱霊幼虫がアリによって巣内に運び込まれ、アリに餌を与えられて育つ。その他に、アリスワブや、アリズカコオロギ、アリシミなどが有名で、それらをまとめて、コアリ性動物あるいは大抵は昆虫なので、コアリ性昆虫と呼ぶ。また、カラスやカケスなどの鳥類の中には体にアリを、 たからせるものがおり、ありよく、ぎよくと呼ばれる。これには、ぎさにより寄生虫を退治する効果があると言われているが、詳しいことはわかっていない。籠で飼われているメジロや総しちなどの鳥でも、籠の中に生きたありを入れてやると、素早く捕獲して、くちばしに挟んだまま全身に擦りつける動作が観察でることがある。ありと人間の関係は多彩である。 利害関係の上でも入り組んでいる。アレが利益を与える例として、小昆虫を獲物とするものが多いことから、様々な害虫の天敵として働いていることが挙げられる。直接の利用としては、食用とされる例がある。アレ入りのチョコレートが流行った時代があり、日本からも赤山アレを一箱に20匹ほど入れた、チョコレート、商品名、チョコアンリが1950年代にアメリカ向け、 沢に輸出されていたことがある。また、特殊な例としては、蜜を溜め込む蜜アりの例もある。かつて野外で傷口を縫い合わせるためにアリに噛ませたことがあるという。まず傷口を押さえておき、アリの胴を捕まえて、傷に近づけ、噛みつかせると同時に、指先で頭と胴を切り離す。すると、頭は傷に噛みついたまま固まってしまう。これを繰り返すことで傷口を縫い合わせる。 害を与える例としては、まず、噛みついたり刺したりすることが挙げられる。個体は小さいが、集団で活動するため、攻撃を受けると大変にうるさい。単にそれだけでなく、特に強い毒を持つ者や攻撃性の強い者も,もあり、危険でさえある。農業面では、アブラムシを保護する行動をとる者は、間接的に農業害虫である。南アメリカでは、 はきりありの被害が大きい。また、人間の生活環境に住み込むものは、人間の食物や、その他を食うことがあり、嫌われる。家の中、周辺に出現するアリは主に黒あり、黒山アリ等である。このように、全体では、アリは害をなす場合が多く、駆除のために、専用の薬品も用意される。アリは、身近な昆虫であり、 集団活動したりと目を引くことから取り上げられる場合が多い。印象としては、ごく小さい虫、たくさん集まる虫、よく働く虫、といったところである。俳句では、夏の季語。小さい、という印象では、アリの入れる隙もない、アリの一血などがある。アリ同士の棘はアリを突き通すほど鋭いという。アリの熊の毛では、行列を作る様からの表現である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。